生涯。川の流れに乗れば魂も揺らぐ、浮世を仰ぐ扇子のように。うわあ、ごめん、邪魔しちゃったか。これはこれは珍しい。神殿に来ても仙人を求めず、神も拝まない。欲しいものは香炉と来た。無礼なのは承知だ。本当に少し借りるだけだから。無有諸教法の儀式に使うんだろう。なんで知ってるんだ。私がこの寺にいる時間は君たちの想像をはるかに上回る。誠意が届いたからだろうか、先方にも少し心得がある。あ、そうなのか。まあまあ持っていきなさい。人のために善行をなすのも工事の一つだ。もともとこの地に残っていても意味はなかったからね。私のことは気にするな。欲しいものを好きなだけ持っていくといい。私のことは気に。この香炉、良さそうだぞ。少なくとも、この寺ほどボロボロじゃない。香炉の後は、近くにある七星灯を集めようぜ。ここにいたのに。桃を取ったらすぐに帰ると思っていたが、まさか私のことを気にかけてくれるなんてな。あ、さっきの人の声だ。おーい、どこにいるんだ。私の体は千年も前にとっくに消えている。君たちが先ほど見たのは不正流刑法によって作られた幻影さ。たった今君たちが不正流刑法に使っていた香炉と七星灯を持って行ったからね。必然的に私の姿も消えたのさ。それもあながち間違いじゃない。千と木は紙一重の存在だからね。私はもともと夜叉の一人だった。岩王帝君が授けてくれた名は道尺。数千年前に力が及ばず戦死した。今日は私の命日でね。現代のリーウェイがどうしても見たくて、武作法ながらもこの術を使ったのさ。ところで君たちは高魔体制のところから来たのかな。知り合いだったのか。君たちから彼の気配を感じてね。それとその濃い合掌の気配も。そうか、数千年も経つのに彼はまだあの苦痛に耐えているのか。自分が恥ずかしい。そんなこと言わずに。道尺さんだってリーユへのために命を捧げたんだろ。命は大切なものだが、高魔体制が負っているものに比べたら死すら安らぎとも言える。道尺さん。すまないね。誕生日は楽しく、命日は悲しくなんてね。不正流刑法の効力もあとわずかで終わる。二人とも達者で
ついでに彼によろしく言っておいてくれ。はあ、もう一度チコ魚焼きが食べたかったな。チコ探しに海潜り、帰って再び夜が狩る。あ、もう完全に消えたのかな。ドウジャクってヤシャがいたこと、人々にも知ってもらいたいな。そろそろ行こうぜ。後で時間が空いたら、またここに来て証拠をあげよう。